平成27年5月23日に東寝屋川駅前で行われた市民黄昏コンサートの様子を配信しています。市民黄昏コンサートは昭和62年から続く音楽イベントで、市音楽団による本格的なジャズの生演奏を市民の皆さんに聴いていただけるものです。今回はリゾフヤジュ、キューティーハニーなどジャズナンバー10曲が演奏されました。次回は9月ごろに茅島駅前で行う予定ですので、ぜひ聴きに来てください。